アジをさばいてなめろうを作っていきます。アジをさばくときには、この硬い杖を取る人と取らない人がいます。私は最初に取ってからさばいていきます。これは硬いです。裏も取っていきます。で、鱗を取っていきます。この鱗を取る際に贅語があると邪魔になります。鱗を取り終えたら頭を落としていきます。で、内臓を取っていきます。で、血合いに切れ目を入れます。きれいに洗い流します。きれいに血合いを洗い流したら、水分を拭き取って三枚におろしていきます。それでは三枚におろしていきます。こちらの残った骨は、骨せんべいなどにすれば美味しく食べられます。それでは腹骨をすいていきます。腹骨をすいたら、血合い骨を取っていきます。血合い骨はここの断面からあります。血合い骨はこの辺りまで入っています。あとは取り残しがないか指でなぞって確認してください。血合い骨を取り終えたら、皮を剥いでいきます。皮を剥いでいくときは、頭側の背の方から皮を剥いでいきます。少し端を持って、包丁でめくります。そして包丁の峰を使って押し出していきます。こうするときれいに取り除けます。
まずはなめろうに欠かせない薬味から切っていきます。ネギを切っていきます。次にみょうがを切っていきます。次に大葉を切っていきます。次に生姜を切っていきます。次に芽を取ったニンニクを刻んでいきます。最後に自家製の梅干しを刻んで加えていきます。それではアジの身を刻んで加えていきます。ペーパーに包んで水分を抜いてあります。それでは刻んでいきます。あとはこの切り身の量に対して1、2割ほどの味噌を加えて混ぜ合わせていきます。はい、これでアジのなめろうの完成です。それでは完成したアジのなめろう、アジのアラのお吸い物をいただいてみます。
アジのなめろうをお酢につけていただきます。次はアジのお吸い物をいただきます。アジからも、非常に良い出汁が出ています。アジのなめろうはお酒のあてに最適ですので、ぜひ作ってみてください。ご飯にもとても合います。